さん、どうもこんにちは。こんにちは。いいお天気ですね。皆さん、お花見は終わりましたか？ね、桜はもうどうぞ終わる頃ですね。今日はですね、ポータル君のお花を楽しんでいただけたらと思います。今日のテーマはですね、前半でお花が出てきます。はい、花のテーマに13歳でございます。はい、そしてね、後半にはね、青春のテーマにしています。青春っていつまでとかありますか？年齢が何年？ここにいる人みんな青春ですのでね。はい、若々しく今日も頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いします。では1曲目、緑のそよ風で、風がふっと吹いてたらとても気持ちいい感じですね。
昭和22年、これ、メドレーで歌いますか？そうですね。2曲続けて歌いますね。はい、花の町と月の花の周りでは、はい、作詞のね、エマ・ショーコさんです。夏の思い出とのことそうですね。その22年の花の町のですね、まだこの戦後間もなく、まだ焼け野原があったりということでね、早くこの日本の町が花いっぱいになりますようにというね、思いが入っているんだと思います。輪になって輪になってというのは、本当みんな輪になって仲良く、ね、生きていきたいなっていうように私なんか感じてしまいます。ただ3番ね、最後に一人寂しく泣いていたのは、ご家族に亡くされた方のね、旦那さんの思いですよね。はい、そしてその後続いて花の周りでもいきますけれども、まあ、これ時が経ちました昭和30年ね、合唱コンクールの場合は課題曲だそうです。 NHK の合唱コンクールですね。小学校の部分どうでしょう、それくらいかな、小学校でしょうかね。昭和30年小学生だった方、これ課題曲だった時いらっしゃいます？いや、30年小学校ということは何でしょう思い出があって
銀座とか、なんか新橋とかでこう、それがちょっと調べたらね、この昭和21年もね、まだ花織娘が見なかったそうです。まだそんな余裕がなかったのかな。はい、で、まあ、この歌がヒットしてから、少しね、見られるようになった。よくありますね、歌がヒットしてできるものっていうのはね、赤いスイートピー、さっきちょっと言いましたけど、聖子ちゃんが歌ってから、スイートピーが出たそうで、それまで赤はなかった感じですね。これどこの地方の花を見つけて、この時代には福島の花を見つけてやってたっていう方いるし、なんかそれも知ってるけど、駅前に八百屋町で闇市とかね、あったところがひょっとしたらお花が見てたかもしれないけど、娘さんかどうかは、はい、わからないですけどね。当時の歌はわからないので、また教えてくださいね。
白い花が咲く頃と、その次の高原列車の行く、これ両方とも岡本達郎です。今日は続けてこようと思ったんですね。まあ、途中なんかありますけどね。はい、はい、魅力を聞きましょうね。はい、高原列車の方は、古関雄二さん、うん、はい、これも朝ドラの、そうですね、A っていう朝ドラの魅力がありましたね。古関雄二さん、オリンピックの時も作られたり、たくさんの人ですよね。六甲おろしも見せられてる、そうですよね。はい、ごめんなさい、それに加えてジャイアンツの方もね、東方方面もそうなんですよ。Thank you.
になった人だったから。ありがとうございます。応援ありがとうございます。はい、まあ、これ高原列車ということでね、徳島にはね、まあ、汽車しか走ってない、電車もないですね。高原列車の話題ですけれどもね、まあ、何もこの高原列車、福島のは元は鉱山のために作られた鉄道をね、まあ、廃校になったので、その後観光に作ったそうですけれどもね、はい、その高原に行きますと、はい、綺麗な花が咲いているということです、はい、日本ではありません、はい、オーストリアだな、オーストリア、エーデルワイス、福島から、そうなんです、あるんですね、行きます、飛んで行きます。オーストリアですか？オーストリア、そして国境を越えてスイスとかね。ジュリーアンドミュージック。サウンドオブミュージックの中に出てきます、エーデルワイス。その時、トラップ大佐とだったね。はい、トラップ大佐と。トラップ、珍しいトラップなんですか？トラップ、トラップ。トラップ。トラップですか？小学校の教科書にも載っていますしね、ちょっとお花の写真なんかも載っていますけどもね、
という女性2人のグループが歌ったそうです、ね、はい、でその後このアクルト氏はセリオーさんが、でね、ビッキーズまでは、ね、2番まで下ながらそうですが、この時セリオーさんの時に3番が出てたそうです。つけたからですね、はい、そしてその後は中原や山形澄子さん、それからちょっと私は分からないんですけど、テレビアニメのドロロっていうの中に挿入歌として入ったり、元赤いというか山本純子さんなども歌われたそうです。知る人の知る名曲っていう感じですね、はい、小田垣美穂さんのクリスマスの約束とか、あの時にも小田さんがプロデュースしてこの曲を若い、なんだっけ、ジュジュあの辺の若いの松田さんとかがこの曲を歌われて、彼女たちは知らなかったんですけれども、こんなにいい曲があるんだっていうふうに、やっぱ若い方にもね、聴いていただければいい曲だと認識していただく、可愛い曲ですよね。4番だったんですか？4番じゃなくてね、なんかとあるユースホステルに置いてあった歌曲集の中にね、3番まで歌詞があったんですけど、この3番ではなかったんだそうで、ちょっとタイトルを変えないとあるんですけど、3番、黄色い花、つまずに、小鳥のためにとっておこう、黄色い花、つまずに、蝶々のためにとっておこう、黄色い花、その花はみんなの心に咲いて揺れるだろう、お星様のように、こんな歌詞もあるんだそうです。ちょっと誰が作ったかはわからないんですね、うん、はい、今朝見つけましたよね、さんはもう、はい、さあ、では今日黄色ないです、今日は赤と白だけの風邪だね。沖縄市の沖地さん、沖縄の方ですね、はい、
すときにも笑うしね、いろいろありますね。好きなようにしたら師匠に怒られるんじゃないですか。いやいや、あの音と音にうるさい。いやいや、まだ師匠です。お手伝いですので、はい、ありがとうございます。さあ、では、清らかにいきましょう。清らかに、清らかに。Thank you.
か。ほんまの長浜だったら大変だと思うんですけど。さっきまで試合やってました。そうでしょ、ここでトライするなりやったり、はい、日本代表のそれシャツ、そうです、シャツ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 I'm not afraid to die.
森田健作さんの新しいテレビの番組が始まってました。弟だったかな、 BS で、人生相談みたいですよ。で、そのタイトルバックは、このドラマの時の剣道道具を着て市内を見ても走ってるとかタイトルバックになってますから、よかったら思い出して人生相談だったからね。Oh,
高校の体育の先生がおって、でその人いわく鬼の口を開いて、なんかもうすぐ定年になる、定年になったらあのフォークやりたいんじゃないって言って、ペースやめてですとか、ね、これがペースやめて、これがフロワーやね、これがフロワーやね、だからね、でも約22年くらいのくどかれて、はい、で、今、子供の中に嫁が一人です。ちなみに、長男は、ね高校の時は柔道部だったんですけど、大学はあのラグビー部で、まさにラガマン。ラガマンやってました。今後ともよろしくお願いします。
三角形って。はい、そうですね。赤いじゃん。青いさ、青い上下ということで、ね、グループがみんな取れました。残念ながらね、このちょっと3人ね、仲が良くなかったとか、早くに解散してしまったんですね。残念です。はい、これはあるんですか、ラグビーから剣道になって、デメタブルはね、飛び出せ青春です。あ、飛び出せ青春という番組の太陽を撮れたんですよ。先生は誰だったんですかね、先生役は。村野武典さんとかだったかもしれないですよね。できてたことはね、先生役の方からね、出てなりました。村野武典の場合ね、食いしん坊を考えるんだけど。ダメだ。なんか実はさっき、あの昼食べた弁当が食べ過ぎて胸焼けしました。大盛りにしたかったの。どう？で、ね、あのメンバーが残したおかず、今なんですけどね。一人前以上食べたいね。あら、私のね。また、それでは最後の皆さん、アンコール聞きたいですか？
時間でお話しさっきさせていただきましょうか。いつもこの広場でねさせていただいているんですけれども、ちょっとここの広場が長くなっているというかですね、9月15日、正しい午前中となります。10時半からこの奥のホールになります。どうぞお入れください。無料ですか？無料です。無料です。Thank you.